スボティザは、セルビア北部、ボイボリナ自治州の都市及び、それを中心とした基礎自治体である。ハンガリーとの国境からは 10km の場所に位置し、以前は、ボイボリナでは一番大きな都市であったが現在では、ノビサドに次いで2番目に大きな都市である。セルビア国内では、コソボを除くと、ベオグラード、ノビサド、ニシュ、クラグイエバツに次いで5番目に大きな都市である。 スボティツァは多民族都市で、マジャル人、セルビア人、ブニエバツ人、クロアチア人は、中でも大きな民族集団である。スボティツァには97,910人が居住し、南スラブ語軍を話す、セルビア人やクロアチア人、ブニエバツ人、ユーゴスラビア人は一括して、人口の55.94%と多数派となっている。 スボディツァ基礎自治体内の人口は14万1554人で、北場中華軍の行政的な中心地である。スボディツァの名称は、歴史上で約200の形が存在したがこれは中世以来、異なった多くの人々を町が受け入れたことによる。彼らはそれぞれ自分たちの言語で名称を書き表したため、現代まで定まった綴りが存在しなかった。初期に書かれた都市名では、 ザバドカか,かザバとかが知られ、それらは1391年からである。これは、現代のハンガリー語での都市名であるサバドカの異形である。ハンガリー語での名称は、自由を意味するザバドの形容詞と設備詞のマイナス化で、愛情のある、指正字である。スボティザの初期の名称の意味は従って、小さいか、親愛なる、自由な土地の何かであった。他には、中世の名称である、 ザバトカが、南スラブ語群の単語で、パンノニアのスラブ人の家の部分を表す語である、ザバットという説もある。スボティツア・サボトカの名称はセルビア語やブニエバツ語で、土曜日を意味する、スボタ、からで最初に現れたのは1653年であった。セルビア語やブニエバツ語のスボタは、土曜日を意味し、従って、スボティツアの意味は、小さい土曜日の意味になる。その他の説には、 スボタブルリッチにちなんだものというものもあり、この人物は、権力者で、ハンガリー王国のセルビア人傭兵の司令官で、あったよバンネなどの水筒を担った人物で16世紀に、スボディツアを支配していた。16世紀に使われていた町の古いセルビア名は、ソバとかで、オスマン支配器の名称もソバとかであった。 1740年代、オーストリア大公妃マリア・テレジアのために改名され1743年に、ゼント・マリア・セント・マリアになったが1779年に、マリア・テレジア・ポリス・マリア・テレシア・パリスと、再び改名されている。二つの公式名称は異なった言語やいくつかの、異なった綴りが使われていたがドイツ語で広く、一般的に使われていたものは、マリア・テレシペルかテレシペルであった。 ボイボディナの他の3つの公式言語では、同じ公式名称でスロバキア語では、サボとか、パンノにあるシンゴでは、ルーマニア語では、サボとかカサバキタが使われる。ハンガリー国境に近い町で、国境まではおよそ10キロ程度。近隣の都市としては、約95キロ南に、ノビサド、40キロ北東に、ハンガリーのセゲドが位置している。ハンガリー系住民が多い。 国境に妨げるものがないハンガリーとの交易に従事する住民が多いが、ハンガリーの宣言協定実施によりビザ発給が厳しくなり状況が変化する可能性がある。スボティサでは新石器時代のティッサポルガル文化のネクロポリスが発見されている。スボティサ側はおそらく1241から1242年の タタールの侵入により近くの村が破壊され放棄され、最初に集落となり記録されている。ザバドカ、ザバトカとして最初に記録されたのは1391年のことで、当時は中世ハンガリー王国の小さな町であった。後に町はフニャデュケのものとなり、中央ヨーロッパでは最も影響力のある貴族の一つであった。スボディザの図書館ハンガリー王マーチャーシュ一世は、 親類のヤーのシュポングラツデンゲレギに町を与えた。オスマン帝国の侵入を恐れ、1470年にスボティツには要塞が築かれている。数十年後の1526年にモハーチの戦いが起こり、中世のハンガリー王国は倒され、スボティツは徐々にオスマン帝国の町へなっていった。大多数のハンガリー人の人々は北側の王領ハンガリーへ逃れている。 町を治めていた地元の貴族であるバリント・トゥルクも町から逃れている。スボティツァはバナトで受け入れられたセルビア人の傭兵の支配下に入った。これらの傭兵はトランシルバニアの将軍で後のハンガリー王であるサポヤ・イアーノ州に仕えていた。傭兵の司令官であったヨバンネなどは自称皇帝であることや短命であったが独立した国を宣言し、スボティツァはその首都であった。 この国は、バチュカのすべてと、バナトの北側、シルミアの小さな一部分で構成されていた。パリント・トゥルクは300の兵を率いて、スボティツァに戻り、セルビア人の4番目などから町を獲得し、4番は、セゲドから移っている。数ヶ月後の1527年の夏に、自称皇帝は暗殺され国は崩壊した。 スボディザはオスマン帝国により1542年から1686年にかけて統治された。その期間は150年に及んだが、ザバドかザバとかの古い町は十分には残っていなかった。多くの人々は町から逃れたため、オスマンはバルカンからのよその入植者の居住を奨励していた。居住者のほとんどはセルビア政教のセルビア人たちであった。彼らは スボティツァ周辺のとても肥沃な土地を耕している。1570年のスボティツァには49個あり、1590年には63個であった。1687年に今日では、ブニエバツ人と呼ばれる、ダルマチアからのカトリック教徒がこの地域に居住している。オスマン統治の時代は、祖母とかソバとかと呼ばれ、セゲディン三尺の風の中心で初期には1596年まで、 ブディン州、1596から1686年まで、エゲル州であった。バチュカへのブニエバツ人の移住1687年に、約5000人のブニエバツ人が、トゥヨ・マルコビッチとジュロビザコビッチに引き入られスボティツァを、含むバチュカに定住した。その後、決定的となったオスマンに対するオイゲン・フォン・ザボイエンが率いた戦火の戦いの後、 1697年9月11日に、スボディツァは、ハプスブルク君主国が成立させたティサポモリシエの軍政国境地帯の一部となった。その間に、ラーコーチ・フェレンツ2世が、クルツク戦争で知られる反乱を起こしている。スボディツァ地域では、ラーコーチが、ラツ愛国民兵に対する戦いに加わった。ラツは、南スラブの人々で構成され、そのほとんどは、 セルビア人やブニエバツ人の名称で、ハンガリー王国では、ラーツオク・ラコックと呼ばれていた。後に、ラーツオクは、すべての政教のセルビア人を意味するようになった。セルビア人の軍の一族は、ハプスブルク君四国の様々な特権を享受していた。スボディツァは、次第に単なる中東の町から、市場長になり、1743年に、独自の都市権を持った。 これにより多くのセルビア人は特権の損失に関して不平を訴えた。多数派は反発し町を離れ、18世紀に郊外に新たな居住地であるアレクサンドロボを創建し、他はロシアへ移住した。ノバセルビアが新しいロシアの州として設立され、セルビアからの移住者は新しい居住地を創建しその場所をスボティサと名付けた。1775年には、 ユダヤ人のコミュニティがスボティサで確立している。おそらく、新しい都市の落ち着きを強調するために、宗教的なマリアの名称が当時使われるようになった。数十年後の1779年に大公費マリア・テレジアは、町の地位をさらに引き上げ、王立自由都市として宣言した。町の熱狂的な住民は、スボティサの名称を、再度。 マリア・テレジアポリス・マリア・テレッシパリスに改名している。王立自由都市の地位は都市の発展に大きな勢いを与えた。19世紀に人口は2倍になり、多くに人々をハプスブルク君主国中から引きつけている。これにより、最終的にかなりの人口動態の変化につながり、ブニーバツ人は多数派であったが、多くのハンガリー人やユダヤ人がスボティツァに定住するようになった。 この過程は1848年革命が起こる1848から1849年まで止まらなかった。1848年革命の期間、スボティツアを含むセルビアによるボイボリナ自治の国境が宣言されたが、セルビアの軍はこの地域の支配を確立することはできなかった。1849年3月5日に、 地元の名称であるカポニャでセルビアとハンガリーの軍の間で戦いがあった。この戦いは1849年の夏まで続き、ハンガリーの軍は打ちまかされた。我々の国国の国家を意味するホー,オーンウークアリポッタ呼ばれる街にとり最初の新聞が、革命の後に地元のハンガリー人のカーロイ・ビッテルモンの印刷会社が発行した。 ハンガリー人と対立した大部分のセルビア人やクロアチア人と異なり、地元のブニエバツの人々はハンガリー人の革命を支持した。ハンガリーの軍が敗れた後、スボディツァとバリュカ地域の大部分はハンガリーからは分離し、セルビアボイボディナ及びタミシュバナトと呼ばれるオーストリアの俗領になった。新しい俗領の中心はスボディツァではなく、 ティミッシュアラに置かれ1860年まで存続した。ボイボデシップが存在した1853年にスボティツァには見事な劇場が作られた。スボティツァのファシズムの犠牲者を記念した広場とモニュメント1867年にアウスグライヒが制定され、しばしばスボティツァの都市発展の黄金期と呼ばれる時期が後に続いた。多くの学校が1867年以降に 開港し、1869年には、鉄道が開業し町と他の世界とを結んだ。1896年には発電所が建設され、さらに町や地域の開発が強化された。スボディサでは、当時中央ヨーロッパで特筆された、世紀末、フィンデシエクルの建築物が町を飾っていた。1902年には、アール・ヌーボーのユダヤのシナゴーグが建てられた。 スボティッサはオーストリア・ハンガリー帝国の一部であったが第一次世界大戦の影響により1918年までにユーゴスラビア王国の一部となった。この変化によりスボティッサの経済や政治状況は当時ユーゴスラビアの国境の街であったが再び第一次世界大戦以前の繁栄を謳歌した。当時スボティッサはベオグラードやザグレブに次いで ユーゴスラビアでは3番目に人口が多い都市であった。1941年、ユーゴスラビアは数軸国により侵攻され分割され、スボティツアを含む北側の部分はハンガリーにより併合された。ユーゴスラビアのこの分割は国際社会からは認められておらず、法的な観点ではユーゴスラビアの領土であり、ユーゴスラビアの亡命政府が代表していた。 ハンガリーの軍隊がスボティツァに入ったのは1941年4月11日であった。戦争以前には、スボティツァには6000人のユダヤ人が暮らしていたが、多くのユダヤ人は、ホロコーストの間に、街から追放され、その大部分がアウシュビッツに送られた。1944年4月にはゲットが作られ、多くの共産主義者は、数軸国の支配の時期に処刑された。 1944年に数軸国の軍隊は町を去り、スボティザは新しく成立したユーゴスラビア社会主義、連邦共和国の一部となった。1944年から45年の間に8000人の市民はユーゴスラビアのパルチザンにより殺害されている。戦後、スボティザは徐々に近代化されていった。1990年代のユーゴスラビア紛争や、 コソボ紛争ではかなり多くのセルビア人難民が、クロアチアやボスニアヘルツェゴビナ、コソボの都市から逃れてきており、その逆に多くの民族的な、ハンガリー人やクロアチア人たちは、ミロシェビッチキの政治的な圧力や、経済不況により去っている。ユーゴスラビア崩壊の時期には、スボディツァの地元の指導者は、ベオグラードの政策に反対する政党から得られている。 スボティツァ自治体の民族分布スボティツァは他民族都市で、市街は以下のような民族構成になっている。町は、ハンガリー人、ブニーバツ人、クロアチア人のボイボディナでの文化、政治の中心として機能している。ボイボディナでは、ユーゴスラビア人と宣言している人の割合がスボティツァが最大である。基礎自治体の民族構成、編集言語の割合。 編集自治体内で使われている言語の割合は以下の通り。ブニエバツ語もまたスボティザでは話されているが、2002年、当時の国勢調査ではまだセルビアの統計当局にリストでは分類されておらず、その他の言語に分類されている。ブニエバツ人のコミュニティの人々の中には、国勢調査の言語ではセルビア語かクロアチア語を宣言している。宗教。 編集スボティザのフランシスコ会の教会スボティザ。自治体の宗教人口の割合スボティザは、カトリック教会のスボティザ、広塚さ教区の中心でバチュカのセルビアの領域部分を管轄している。セルビア国内では一番カトリック教徒が集中する地域で、市の人口の60%以上をカトリックが占めている。市内のカトリック教会の典礼に使われる言語の ほとんどがハンガリー語かクロアチア語である。八つのカトリックの教区教会があり、フランシスコ会の精神的な中心となる修道士や修道所のコミュニティ、女性のドミニク会コミュニティ、二つのセアウグスチの修道会シスターの教会などがある。スボディサシ教区にはセルビアでは唯一のカトリック中等学校がある。他のキリスト教コミュニティではセルビア正教会が 最も多くなっている。二つの正教の教会が市外にはある。同じようにプロテスタントの教会も二つあり、ルーテル教会やカルバン主義の教会もそれぞれある。スボティサの正教会はセルビア正教会のバチュカ主教区に属する。スボティサのユダヤ人コミュニティはセルビアではベオグラード、ノビサドに次いで三番目に大きい。美しく驚くような調和のハンガリー風で、 アール・ヌーボーのシナゴーグはかつて6000人を数えたユダヤ人コミュニティの遺産である。約1000人の本来のユダヤ人がホロコーストで生き残った。今日、200人未満のユダヤ由来の人がスボティツァには残っている。スボティツァ周辺部は主に農地が広がっているが、スボティツァの都市自体はセルビアにおいて主要な産業や交通の中心である。周辺部の農地によりスボティツァはセルビアでは 名の知れた食品加工企業が立地し、製菓工場のピアニア、シリアルメーカーフィデリンカ、乳業のサバッティカ・マラコラ、アルコール飲料のシメックスなどがある。セルビアの過渡期を生き残った、いくつかの共産主義時代の古い産業も残っている。大きいものには、化学肥料工場のアゾタラや、鉄道車両工場のブラッチェトボがある。町にとって、現在の最大の輸出産業は、 シーメンススボティザシーメンスサボとかの風車工場でこれは最大のブラウンフィールドに対する投資である。他にスボティザに立地する企業にはホーネティ、ATB セバー、マスタープラストがある。最近スボティザにやってきた企業にはダンチャーモトレン、ノルマグループなどのドイツ系の機械関連メーカーがある。海外の企業がスボティザに興味を示す理由は 地元の経済開発事務所によれば、事業発展に申し分のない立地、効率的でビジネスに有効的な当局、自由地域とロジスティックスセンター、よく訓練された勤勉な労働力の容易な確保、大きな旅行者の認識などが挙げられている。スボディザは2010年の投資家のためのセルビアの5つの最高の都市の一つであるナレド賞が授与された。 スボティツァにとって観光も重要で、パリチやパリチコは街の近くにあり、観光地となっておりここ数年はパリーチ映画祭が開催されている。スボティツァではまた年間17の行事が開催されている。FK スパルタクスボティツァがスボティツァを本拠地とするサッカークラブ。かつてジェフ市原に在籍していたネナドマスロバルが在籍していた。スボティツァは 欧州評議会と欧州連合の異文化館、都市プログラムの先導都市である。スボティツァは以下の都市と姉妹都市の関係にある。スボティツァは以下の都市と共同都市の関係にある。出身者詳細は、カテゴリー、スボティツァ出身の人物を、参照ゆの人物、http www.sabotka.combesti。 アドルーシャノモデストダリックグレイドネセルニックサバティス ID11649HTML ポピスタナベニストバドーマシンスターバアイスタノバ2002ンガイチネイシャナルナエレイエトニカプライパドナストピオーナセリマ Statistical Office of the Republic of Serbia, ISBN 8 6 8 4 3 3 0 0 9 h t t p w w w d i s c o e r s o r e s o r g s e n B. C. T. S. ラッシュ S. U. B. O. T. C. A. H. T. T. P. S. コロンスラッシュ。スラッシュウェブドットアカイブドットオーアルジースラッシュウェブスラッシュ二レイ一一一レイレイ五一九レイ四五九スラッシュ。H. T. T. P. コロンスラッシュスラッシュ。B. U. N. J. E. V. C. I. ドットコム。スラッシュ N. O. V. I. N. E. スラッシュ P. D. F. スラッシュ B. U. N. J. E. V. E. C. E. S. ラッシュ二レイレイ六レイ八 P. D.。 ハット、アサヒ新聞2008年1月31日長官9面。http コロンスラッシュスラッシュ w w w r a s c o arh eol o g i j a n t s i c n eol i t html ハットボラボシキサムマグヤスタサグバーミジエスベロウサイ b c s バトログバルマチーアイツークットアパロイロダルミーエースナイムダイリスベニーターラシャック 1909EN 戦ク、オブセゲジンハットミシャーローズシャンドアホルタニルバニバデルバディッキーマジャールフォトゥーム1944から45アイツーハッタディック SP アラピッチバニーブダペスト1995シエシアズティブアバーボスバクスコバン マグベイトキード、ブダペスト1991、http コロンスラッシュスラッシュ www.suboticainvest ドットコムスラッシュニュースラッシュインデックスドット H T M L W E B ダッシュ S I T ハット H T T P コロンスラッシュスラッシュ W W W ドット N A L E D S E R P I E ドット O R G スラッシュインデックスドット P H P ハット H T T P コロンスラッシュスラッシュ W W W ドット G R A D E S T I V E L エイスラッシュ カウンシュル・オブ・ヨーロッパインターカルチャール・シティサボトカセルビアコ・ INT 2011年5月22日閲覧ありがとうございます